こんにちは。いつも私の動画を見てもらって本当に嬉しく思います。今日はナスとインゲンの煮物をします。インゲンも400あります。これでナスもこれで400です。あとあの油揚げね、これは 40g です。乱切りでいいかな。こんな感じでね、煮ておくとね、本当にあっという間に食べちゃいますよ。本当ね、思ったよりこれ美味しいです。煮ちゃうとね、色がちょっと悪くなるんですけどね。インゲンはこっちの端とここをちょっと、筋はね、ほとんどないですね。つかこれこうして2つに折って、うん、簡単に折れる、ね、そうそう、簡単に折る。それがこっちに入ってます。まずナスを炒めます。ナスとね、この油はすごく相性がいいんですよね。油大さじ1杯ちょっとかな。いやでもね、これ煮ちゃうからね、このナスの色は少し黒ずんちゃうんですよね。違うのに使うんだったらね、この色は綺麗な方がいいんですけど、これ今の 400g ですね。いっぱいね、あるように見えるけど、出来上がるとね、しなっとしちゃうんで、十分傘が減っちゃいますよね。少しね、あるけど、あと人間とナスからはね、そんなにお水が出てこないんです。大さじ1杯弱ぐらいでいいかな。大さじ1杯弱ぐらい。じゃあお水ここで 100cc 入れました。はい、油揚げ、これ切ってね、こういうふうに売ってるんですよ。これ今冷凍にしといたやつです。ちょっとね、この油揚げが入っただけで美味しいですね。うん、大さじ3杯ぐらいかな。これね、醤油でやる場合はここにちょっと本だし入れてくださいね。白だしの場合はちょっとね、お塩が入ってるんで、醤油入れるときちょっと味見は必ずしてくださいね。この時点ではまだいい味にはなってないですね。じゃあこれね、蓋をしてね、ちょっと5分ぐらい煮てみましょう。中火よりちょっと弱めか、うん、はい、これで5分ぐらい置きます。はい、一気にインゲンがたくさんなってるね。ナスがね、水分を含んじゃうからね。なんでいいのかな。はい、このぐらい入れていいでしょ。じゃあ25、あ、30でもいいか。味が濃かったね。そうだね、ちょっとね、こんだけね、うん、ここ毎日のようにこういうの作ってんだけども、あっという間に食べちゃうね、うん、あとじゃあ2分ぐらいやろうか。そしたら出来上がりだね、うん、あ、いいぐらい見えましたね。もうこれでいいんだ。そうそう、はい、これで出来上がりです。うん、人間も OK です。じゃあこれで盛り付けましょう。では 400g ね、どっちもね、うん、すごい大量にできました。無理じゃない、全部入る、入るじゃん、本当、うん、すごい。何人家族？2人なんかお盆の時のさ、みんなが来るからって出す時みたいだよ。でもね、結構食べちゃうよ。
はい、つゆもね、これだけ残ってます。美味しそう。はい、出来上がりました。たくさんですね。あとこのインゲンですけど、インゲンも冷蔵庫に入れとくと結構量があるんで、私はいつもこうやってポキポキやって、うん、茹でちゃいます。そうするとごま和えにもできる、サラダにもできる。それとね、天ぷらもね、あ、茹でたのがあるからと思ってそれも天ぷらに揚げたら中まで揚がんなくても衣が揚がればいいんで、うん、天ぷらにもできるし、で冷凍にもできるし、茄子はね置いとくとやっぱりダメになっちゃうんで、まずは、うん、そうですね、これは煮ちゃいましたけど、アイラップで切って、アイラップの中にちょっと油を入れて、おいで電子レンジかけますよね、たまにね、動画にね、うん、見てもらって、うんうん、つけとくとすぐまたこれも食べられます。そんな感じですね。あと漬物につけたりね、もう食卓がナスインゲン、ナスインゲンになっちゃうんですよなんかね、そうだよねでもね、今の時期しかそんなに食べられないんでね、うん、うん、でもこういう風にしとくと、もうほんとちょっと置いとくとね、食べちゃいますね、うん、はい、今日はナスとインゲンと油揚げねの煮付け終わります。どうも失礼します。